それでは今回は大きな嘘の木の下で田中さんの恩について解説したいと思います。メガネ製造販売のオンデーズの社長の本です。伝えたいことが5つあります。1つ目が物消費から人消費の時代へ、2つ目がお金があれば幸せか、3つ目が仕事をゲームに変える方法、4つ目が成功したいなら毎日違うドリンクを飲め、5つ目が選択の先には天国と地獄が待っている。今っていうのは商品っていうのはどんどん同じになっていってます。スマホもアップルだろうがサムソンだろうが大体機能は同じです。頑張って商品開発をしても結局すぐにパクられて同じようなものが店頭に並びます。いずれメガネなんてどこで買っても同じという日が必ず来ると田中さんは言ってます。そのためオンデーズの田中さんではなくて田中さんがいるからオンデーズでメガネを買う、そう言われるようになろうというスローガンを立てています。同じ商品が並んでいた場合、最終的に人はどこで買うのか、人で選んで買うようになります。この人と過ごす時間があるから、この人が勧めてくれるから、ここの商品とお金を交換したい、そう思うようになります。今っていうのは物が売れる時代ではないです。物消費から人消費の時代に突入したってことです。今後は自分磨きをするってことがめちゃめちゃ大事ってことです。商品よりも人で選ばれるってことです。皆さんもこの人から買いたいって思うものありますよね。家電だったり服だったり何かの商品、この人だったら、この人がいるんだったら、こう思うことがどんどん増えてくるってことです。今後はたくさんの人から信頼され選ばれる人たちは企業の間で奪い合いになるってことです。人気のおばちゃんが隣町にいたら給料倍払うからうちのお店に来てよとスカウトされるかもしれないです。人気のおばちゃんについてくるお客さんも一緒にごっそりやってくるからです。昔はそういった町の人気者のおばちゃんの給料は低かったです。でも今っていうのは SNS などですぐに話題になって引っ張りだこになるってことです。自分磨きをすることが非常に重要です。物で売れる時代ではなくて今後は人消費の時代に突入してます。自分自身の価値っていうのを上げることが大事だと思います。続いて幸せについてです。田中さんは経済的な心配が何一つなければ家族はみんな幸せに暮らせるとずっと信じていたようです。そのため人の何百倍も努力してお金を人一倍稼いで奥さんや子供たちに平均的な家庭よりもいい暮らしをプレゼントしてきたと広本では書いてありました。息子が小学校に上がったばかりの頃にこう言われたそうです。ゲームやおもちゃをたくさん買ってくれるのは嬉しいけど、運動会や習い事の発表会に自分だけお父さんが見に来てくれないのが一番寂しいと、ゲームや広い家なんていらないと、だから運動会に来てほしいと、友達のお父さんのようにキャンプに連れて行ってほしいと子供は悲しそうに田中さんに言ったようです。幸せの形っていうのは人それぞれです。皆さんは何に幸せを感じるか、これっていうのは従業員に対してもそうです。仕事をしていく中で何を幸せと感じるかは100人いれば100通りの形があるってことです。何によって幸せを感じるかはその人の人生の時期だったり成長のステージによっても常に変わるものです。ただやみくもに働いてお金だけを増やせればみんなが幸せになれるわけではない。この価値観って知っておくのはめちゃめちゃ大事です。そして自分にとって幸せとは何なのか、自分の周りにいる人っていうのは何に幸せを感じるのか、これを理解していなかったらチームを作ることもできないし仕事で成功することもできないしお客様に幸せを与えることもできないってことです。幸せっていうテーマについて深く考えてほしいと思います。続いて仕事をゲームに変える5つの要素。オンデーズのすごいところっていうのはこの仕事のゲーム化です。じゃあどんな方法でオンデーズっていうのは仕事をゲーム化したのか、仕事をゲームにするためには5つのポイントがあります。1つ目が成長です。2つ目が育成です。3つ目がバトルです。4つ目が収集です。5つ目が交換です。それぞれ解説していきたいと思います。1つ目の要素が成長です。成長っていうのは自分が店長になるとかエリアマネージャーになるとか給料が上がるとか役職が上がるとか、オンデーズでは役職が上がるとユニフォームにつけるバッジの色が変わるそうです。これめちゃめちゃ面白いと思いました。こうして目に見えるような成長の証を手に入れることでより成長が実感できるじゃないですか。そしてさらに上のレベルを目指したくなると、皆さんも仕事で成果が出たら例えば財布を買い替えるとか時計を買ってみるとかカバンをこれ欲しいとか自分の成長を目に見えるように可視化するっていうのはめちゃめちゃ使えるテクニックだと思うんでぜひやってみてほしいと思います。続いて2つ目の要素が育成です。主に部下や後輩の育成のことです。オンデーズではレンズの削り方やメガネを美しく作成する方法などを後輩に教えるようです。
教育っていうのは専門の担当者に任せておけと割り切らずに、みんなで共に学び合って教え合うことを自分たちの大事な文化としているようです。育てることを味わえる環境を整えると、自分だけではなくて後輩が成長した証を手に入れることができます。仕事に育成とか教育の分野を入れるってことです。3つ目の要素がバトルです。一番盛り上がるのがバトルです。みんな戦いとか勝負ごとには我を忘れて熱くなることができると思います。ボーリングだったりスポーツって勝負じゃないですか。絶対に勝ちたいって皆さんも思うと思います。オンデイズでは全ての管理職っていうのは社員同士により選挙で決めるようです。管理職になるには社員同士で競い合って、選挙活動を通じて他の候補者からも多くの票を集めて投票数で勝たなければならないってことです。仕事をしていく上でこの人に勝ちたいな、勝負しようよ、こっちが勝ったらご飯おごってね、何でもいいんでバトルっていうのを仕事の中に織り込むことをお勧めします。4つ目の要素が収集です。無遅刻とか無欠勤だったり、売上予算を達成したり、世界中のオンデイズのお店を訪れてチェックインしたりと、オンデイズに関する様々なイベントを通じてオンデイズマイルっていうのを獲得することができる仕組みがあります。マイルがあるんですよ、オンデイズ専用の。それを自分のウォレットに貯めて使うことができるようにしています。航空会社のマイルのようなイメージをしてもらえればいいと思います。そして5つ目の要素である交換、貯まったマイルっていうのは様々なものと交換することができます。要は商品とか景品と交換できるってことです。そしてマイルっていうのは社内の人たちと自由にアプリ上で送ることができるようです。例えば急なシフトを代わってくれてありがとうと、お誕生日おめでとうといった具合に日頃の感謝を伝えることがマイルを送り合うことにできるようです。このマイルを作るっていう仕組みもめちゃめちゃ面白いと思いましたし、シフトを変えてもらってマイルを送るとか、このような仕組みっていうのはなかなか普通の企業にはないと思います。これをしっかりと作っているのが、まあ、オンデイズの凄さなんじゃないかなと思います。続いて、チャレンジできるようになりたければ毎日違うドリンクを飲め。こういった自己啓発っていうのは最終的に成功するにはどうすればいいかって話になることが多いです。成功できない人っていうのは端的に言うとちょっと雑かもしれないですけど、行動していないだけだと思うんですよ。行動が起こせないから前に進めなくて結果が出ないと。じゃあ誰でももっと簡単に行動を起こせるようになる、その秘訣って何なのか。それを田中さんは毎日違うドリンクを飲めって言っています。僕らの生活ってパターン化してないですか。朝起きてから寝るまでだいたい同じ生活を送ってると思うんですよ。人間っていうのはよく変わりたいけど変われないって言われます。じゃあ皆さんがもし転職をしたい、独立をしたい、起業したいとなった時にパッと行動できるか、なかなかできないと思うんですよ。なぜなら転職したら仕事が変わるだけではなくて通勤に使う道も変わったりとか、朝起きる時間だったり寝る時間も変わります。人間関係も変わります。よく会っている友達に会えなくなることも多いです。じゃあ思い切ったこういった転職とか起業とか独立をするためには、まずは手頃なとこから始めるのをお勧めします。まずは毎日違うドリンクを選ぶことです。これが一番手っ取り早くて簡単な方法だからです。コンビニ行ってドリンクを買うときにいつもと同じものではなくて違うものを飲む。僕だったら水が好きなんでイロハスではなくてボルビックを買ってみるとか、クリスタルガイザーを買ってみるとか、毎日違うものにする。そうすることによってどんどん新しいことができるようになるってことです。僕たちっていうのは小学生くらいまでは知らないところに行ってみたいとか、新しいことをやってみたいっていうマインドを持っていました。でも大人になるにつれて気づけばまたこれでいいや、同じものでいいや、新しいものを選ぶことがなくなってきているってことです。まずは飲み物から始めてみてください。飲み物をクリアしたら、先週はここに行ったから今週はあそこに行こうとか、昨日はこの人と会ったから明日はあの人と会ってみよう、このようにどんどん行動を変えていくことです。飲み物とかランチを変えることすらできない人が人生に関わる大きなリスクなんて取れるはずがないってことです。まずは身近なところ、毎日違うドリンクを飲む、毎日違うご飯を食べる、このようなとこから始めてみることをお勧めします。続いて、人生において選択なんて大して意味はないっていう話をしたいと思います。多くの人が決断をするとき、選択をするときにどっちが正しいのか、どっちが間違っているのか、丸抜きみたいに考えすぎです。どちらが正解なのか考えるのはやめてほしいと思います。それは本質的ではないです。人生の選択の先にはどちらにも天国と地獄が待っています。会計試験の天国っていうのは合格です。地獄っていうのは試験に落ちることです。両方の道が必ずあります。この道が間違いじゃなかったと思えるかどうかっていうのは結局決断のタイミングではなくてどう行動したかが大事です。行動の後にしか正解なのか不正解なのかは分かんないってことです。例えば転職がそうです。転職の成功っていうのはこの会社に転職してよかったと思えるかどうか、これって
ていうのはやってみないと分かんないじゃないですか。今芸能人とかがテレビの世界から離れて YouTuber になる方が多いです。例えばオリエンタルラジオの中田さんはテレビを捨てて YouTube に活動の場を移しています。教育系の YouTuber というジャンルで新しい挑戦を続けています。しかし彼がこの後に大きな成功を手にするかどうかって分かんないじゃないですか。もちろん今も成功してますけど、10年後に彼はよくあの時に YouTuber を選んだねって言われるのか、あの時テレビタレントを続けておけばよかったのにこう言われるかっていうのは分かんないですよね。正解の天使も不正解の悪魔もどちらも両方を広げて待っているってことです。それっていうのは彼がどういう行動努力をするかによって決まるってことです。今の時点では分かんないってことです。僕は中田さんっていうのはずっと成功する人だと思ってます。なぜなら中田さんっていうのは正解も不正解も決断の後自分の努力で変えていけるという真実をよく理解していると思います。なので皆さんも選択の先には天国と地獄が必ずあると、その中でどう行動するかが大事、成功する方っていうのはこの行動にフォーカスしているってことです。それではまとめいきたいと思います。まず最初に、今っていうのは商品が同じになっています。商品で選ばれる時代ではなくて人消費の時代に突入したってことです。自分磨きっていうのをしっかりとしてほしいと思います。続いて幸せについてです。幸せっていうのは100人いたら100通りの幸せがあります。まずは自分にとっての幸せとは何か考えてほしいと思います。そして家族の幸せって何なのか、周りの人の幸せって何なのか、まずは幸せって何なのか、みんなどういうところに幸せを持つのか、それを考えることが大事だと思います。続いて仕事をゲームに変える5つの要素、1つ目の要素が成長です。続いて育成、バトル、収集、交換、この5つを使って仕事をゲーム化できるようにしてほしいと思います。続いてチャレンジできるようになりたければ毎日違うドリンクを飲むことです。飲み物を変えることすらできない人が人生に関わる大きなリスクを取れることはないです。まずは手頃なところから始めてほしいと思います。続いて人生において選択なんて大して意味はないってことです。人生における選択の先にはどちらにも天国と地獄が待っています。選択した後にどう行動したかが大事です。その選択が正解になるかどうかっていうのは皆さんの行動の結果でしかないってことです。この本を読んで思ったのは、みんな大きな嘘の木の下で暮らしているってことです。無理だとかやめておけとか後悔するとか言われて、本当はやりたいのにやらなくなった、リスクを恐れて逃げていった、このような人って多いと思います。まずは自分の人生がうまくいっていないって思うんであれば、それは全て自分のせいだと考えることです。そしてそこから行動することです。結果が出る方法を教えてくださいって言われるんですけど、僕はこう思います。右に行ってダメだったら左に行けばいいし、左もダメだったら飛び越えていけばいいし、飛び越えられないんであれば体当たりして突き破ればいいし、突き破れないんであれば今度は助走をつけてもう一回やってみるとか、それでもダメだったらマシンガンで破壊してみるとか、決して後ろなんか振り返らないことです。ただひたすらに前だけを向いて歩くことが大事です。人間っていうのは可能性に満ち溢れています。絶対に諦めたらダメです。でもたくさん失敗したくないって人もいると思うんですけど、悲しい思いをしたからこそ分かる喜びってあると思うんですよ。実際お腹を空かせた分だけご飯って美味しいし、寒くて凍えた分だけお風呂ってあったかいし、人生ってそんなもんだと思います。そんなこと言われてもそう簡単になんかいかないとか、現実は厳しいとか、お金も時間もないんですとか、チャンスもないんですって人いると思うんですけど、人生っていうのはそういうもんで、何一つ都合よくなんか進まないってことです。飛行機って追い風じゃなくて向かい風を受けるから大空へ向かって飛び立っています。障害があるからこそ飛び越えれるってことです。しっかりと行動していってほしいと思います。この動画見ていただいて感想、気づき、コメントあればメッセージお願いします。チャンネル登録、評価ボタンクリックいただければ励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。たくさん本を出版しておりますので、ぜひ Amazon の書籍ページもご覧いただければと思います。また LINE アットではセミナー情報、無料で有料動画のプレゼントなどをしておりますので、ぜひご登録お願いします。チャンネル登録、評価ボタンのクリックをぜひお願いします。